実戸、右の小池、クロスが入る、アンデルソン・ロペスのヘディング、最後は実戸のオーバーヘッド、これはゴールライン終わっていない。ここでどうだ、今の笛はゴールラインを割ったという判定でしょうか。今 VAR と更新しています。この後ですよね。あー、この映像は、まあ、そうですね、ボール自体はゴールの中に入っていますよね。ただこのプレーでその足を上げた